5月1日経とは、藤原明日壁姫が父藤原夫人、と母兼犬飼立花三千代の母大供養のために発願した最強のことである。光明皇后眼教とも呼ばれる。名称は、天平十二年5月1日の願文の日付によるものである。現在に伝わっている教官が多く、奈良時代の社教の代表作である。焦燥院文書によると、 天平8年9月、元坊が当から将来した経典を定本にし、改元釈教録に基づく一冊教5048巻を目標として始められ、同12年4月までに3531巻まで仕上がったことが知られている。5月9日より5月1日の願文が移し、加えられ、一冊教の著者は未完成のまま中止になった。 翌13年ウルー3月より書舎が再開され、以後は本文と共に願文が移され、14年の末には4561巻に達した。さらに翌15年5月からは、改元者協力2な証書も移すことになり、諸大字や学僧の蔵書を創作して借用し、可能な限り経典を集める方針に変更され、天平商法8歳まで続けられ、 相関数約7000巻に及んだようである。以上のうち、現在に伝わっている教官は、焦燥印象五蔵に750巻分が伝わっており、交換に流出したものは約200巻であり、焦燥印文書の中の手により、社教生の名前を知ることができる。5月1日経は、皇后宮職の住み寺中島の社教書等院内司祭教書。 福寿寺移し一彩教書根校、明寺一彩教書蔵東大寺師所属の東大寺、社教書と発展していった、社教書で、他の一彩教や、大量の社教とは区別され、常移し、常書として、20年間にわたり一貫して書写されて、続けてきた。この一彩教は、交渉によって最高まで行われ、天平商法7歳から、薬師寺、太安寺、元号寺、 幸福寺などでさらに交換が加えられて、重罰本として伝えられているものもある。ありがとうございます。